スパペパマリオ。はい、というわけで襲い来る伯爵の部がディメイを撃退し、大きな木を越えたマリオたちから、こんにちは、どうもウルです。というわけでね、今回もスーパーペーパーマリオやってくるわけで、前回はですね、まあディメインボコしました。以上、というわけでやっていきましょう。その3人の前にようやくカメレゴの城が姿を現したよーい。この城の動画にアンナがいるはずだよーい。果たしてアンナは無事なのであろうか。風取って城の中から何やら怪しい声が聞こえてきます。おや、怪しい声。どうせカメレゴンでしょ。あ、もう3の4。早いね。対決、カメレゴンじゃ。はぁ、あ。長いのかな、城っていうぐらいだし。でかいな。クッパの城よりでかいじゃん。ここはカメレゴンのがいるやつの城か。でっか。大佐のとこに住みよって。いや、大層すぎるよ。あんなの大丈夫ですな。心配だわ。お、そうだろ。やべ、ツッコミ役がいねえの、嫌だな。で、あんな、うわぁ、なんだよ、そのカメラ。何そのカメラ、撮るな。そんなに怖がらなくてもいいんだな。怖がるだろう。ただし、写真を撮らせてくれれば、僕はとても満足なのさ。怖いな、こいつ。マリオ。あ、アンナ、あたりが俺たちのことを信頼してくれてんだね、アンナ。おぉ、いい感じ、いい感じ。結構、来てる感じ。この時間地獄か。で、何ここの城で、城に入る方法は、かっこいいカメレオン様と可愛い女の子以外立ち入り禁止。ふむ、なるほど。つまりこれピーチ名じゃないと入れなかったりすん。土管があるがな。これ土管に入るしざるを得ない。で、問題、城に入って、これは取る投げる先輩で、およかった、ちょうど今取る投げるやってるからね。え、これ、おい。え、すると絶対鍵だな。間違いない。絶対鍵だわ。鍵でしかないもん、絶対。で、城の鍵をゲットというわけで、じゃあやっていきましょう。これ、可愛い女の子以外立ち入り禁止ってことは、クッパたち操作できないのかな。だからピンチ操作になりそうじゃない、メイン。なんか、感じ的だよ。まだわかんないけどさ。で、城の鍵使ってみよう。で、これ、問題入れんの？あ、入れはするんだ。ただ、なんか、何？何この、可愛いロボット踏めばいいのか。すごい。一寸先地獄なんだけど、俺、セーブし終わった後すぐ、ニボだ、レだ、ニボだ、レだ。うわ、危ねえ。お、あ、喋れんのか、お前。敵じゃねえのか。お帰りなさいませ、ご主人様。おー。あいつ趣味悪いな。あいつ趣味悪いぞ、みんな。果てしなく趣味悪いぞ。これ敵じゃないよね。喋れんだよね、全員。お帰りなさいませ、ご主人様。明日はプリプリプリンセス10巻の発売日です。お忘れなきはなりませぬよ。おいおい、重なるな、お前ら。で、お前は、おかえりなさいませ、ご主人様。アニメ映画プニッコハッピーはナイターが30分延長されたため放送時間変わりました。なので録画開始時間を30分変更しておきましたよ。おお、有能じゃん。おかえりなさいませ、ご主人様。録画した番組の CM カットは全て完了いたしました。いや、すげえな、お前ら。あいつ、あ、とんでもねえオタクだな。おかえりなさいませ、ご主人様。頼まれていたアドベンチャーゲームギャルコナンバーワンが本日到着しました。いや、俺をご主人、いい感じ。いや、絶対する声じゃん。鍵立つ人なんか、あんな、何やられてんだ。来た。その調子なんだな。結構乗ってきた感じかも。こいつ、あんな女の子だと思ってんのかな。あんま、あんな女の子なんだろうけども、それであの蝶々を見て普通にここまでオタクになるって相当だよ。あんな、助けてやりたい、早く。くそ、お前らなんかねえのか、ヒント。おかえりなさいませ、ご主人様。録画した番組でして。いやー、同じことしかない。なるほど、さっきの連中がこちらに移動しただけか。じゃ、普通に先進んでいきましょう。え、あーで、新しいロボットにね、どうも。こないだ、あんたが買ってきたコミック、チャットリストに登録してしまっておいてあげたわよ。いや、なんでお前だけ喋り方違うの。勘違いしないでよ。散らかってたから片付けただけよ。別にあんたのためじゃないんだからね。いや、積んでる要素入れんな、こいつに。別に燃えねえよ、別に。で、ここは何？うわ、お、次元技。なんで、普通にヒゲお断りとか言ってたくせに。男、なんかやばそうなのいいんすけど。なんか、あけなさみ、やばそうなのいいんすけど。取る、投げる、投げてやるぜ。いけ！おう。うん、取る。そして、投げる。はい、オッケー。はい、どうよ。取る。え、投げる。おい、どうよ。え、こいつ、効かないのか？効かないタイプか？かもしれんな。あ、こいつ倒せないね、みんな。ダメだ。爆弾してもダメージ入んねえってことは、こいつは今俺たちでは無理だわ。まあ、勝てないタイプ系男子ってわけで。いや、ロボットってわけで。さあ、これこっち。うわあ！ちょっとちょっとちょっち、何よ、あんたら。ちょ、待ちなさいよ。ちょっと、そういうの良くないと思うんですよ。え、ちょっと。おっしゃ、こいつら立体、こいつらも勇者だ。こいつらみんな勇者だわ。危なかった。暗い。オッケー。おい、ちょっとクソ。こいつら数多いな。数多だわ。ちょっと待って、数多。ほ、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 
って、ほほ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 、おいしそう。で、オッケー。で、これなんか上でプランプラしてんな。あー、そういうことかな。ヘビードンで下ろせってことかな。多分そうじゃないかな。どっこい。やっぱね、重さでそういうのは耐えて落ちてくるもんよ。で、お前らは邪魔。どっこい。うわ、潰したね、マリオ。ケツで潰した。それで俺回復もったいね、今の。オッケー。まあ、とりあえず、うん、これすごいあれだな。部屋あるな。まあ、とりあえずヘビードンでいいでしょ。で、これなーに？廊下静かに揺らさないように。あー、揺らせってことね。どっちか調べていこうか。手前から調べていく。そうしよっか。わお、これは次元技でいける？いけないね。つうことはまだいけないな。とかもう一つの部屋であれかな、なんかフェアリンみたいな手仲間にするタイプかな。意外とフェアリンさ、一ステージ1体かと思ったら 2体ぐらい仲間になるよね。フェアリン結構多いよね、今回アクション。で、ここにフェアリンいんのか。なんか次元技できそうな場所があるな。だろうね。あー、でこれピーチか。こっからピーチっぽいね。いや待てよ、こっからピーチでいけんのか。ピーチ変えてみるか。ここでどうピーチ渡れる。あ、渡れ渡れ。で、ここでマリオに帰って、で、上にあのガードロボみたいにいるのが厄介だな。で、これこっち行って、まあ今立体のうちにあっち側渡ってドア入っちまえってことなんだろうな。じゃあお邪魔しまーす。またすごい場所だね。で、これどう叩けばいいのか。あー、でも叩けねえな。あー、あいつを取る投げるしろってことかな。じゃあ取る投げるしていきましょうか。なんか来たね。ほっ届いた。オッケー。で、これをお前にあそこにポンすると、あら、カリオストロの城とかなんか見そうなやつ。あ、すごい。ドット、なんかすごい、マイデザインしてる時の動物の森感あるね。いや、具体的すぎてわからねえな、説明。マイデザインもこんな感じだもんね。わざわざこの橋をずっとかけてない意味あんのかね。うわー、なんだあいつ。好戦的だね。なるほど、こいつも好戦的なのか。では、とりあえずまあ踏んで経験値にしとこう。オッケー。で、オッケー倒して、で、先進んでいきまして、で、この先にどっか入れる場所あったね。これ、次元技とかに何もないよね。何もなさそうだ。じゃあ行きましょう。ん？オタクは誰？この先ご主人様のプライベートルームです。念のため本物のご主人様かどうかを確認させていただきます。今からお題するご主人様に関する質問にイエスかノーでお答えください。なるほど、つまりあのオタクっぽいような質問をすればいいんだな。アニメソングが好きだ。イエス。美味しいもの食べるような漫画グッズ買おうかしよう。イエス。フィギュア集めるの初めてのコンプリートですね。イエス。では最後にパスワード。わからん。わからんぞ。わからんぞ。これは終わりだ。あなたご主人様ではありません。単純に排除します。やばいやばい、殺される。あー、殺される。腕ででででで。どこだ。え、うん。いや、どうも。いや、どうも。あ、さすがにちょっとね。ちょっとさすがに一回距離取るよ。さすがに一回距離取るよ。俺はお前にちょっと恐怖を抱いてるからな。とにかくお前にはこの辺に爆弾置いといて。さあ、次元解除からの起爆。オッケー。で、これは取る投げ。なるほど、了解した。どうせこれでしょ、あれでしょ、重いからこれをあそこに足場にして、乗せりゃいいってことでしょ。おい、行ってらっしゃい。ん？でも足んない？何？足んない？あ、二人で乗んないと開かない。それでも一回押せば、ずっと出てるタイプだ。あー、よかった。そういうタイプがよかった。で、押してる間しか出ないタイプかと思ってた。で、戻ってきて、排除システムがいて、え、こいつらは俺の足元でまとまる癖があるから、これで、ここら辺、オッケー。おい、強えぜ。楽勝だぜって感じ。で、これは、まあ、このよくわからん、ハテナ部、まあ、これであれでしょ、とりあえず次元技で上に行けるようになるってことだべ。オッケー、これでこう行って、で、この間次元技あるから、で、ここで見とかないと俺は死ぬってわけですね。これ何？十字起こしてんじゃん。影メリゴン様の覚書。ミール飛びが行く部屋。2323。で、左の飛びが行く部屋。ニヤ。なるほど。2323とニヤニヤね。オッケー。じゃあ、まず2323がやっていきますか。はい。ん？これヘビドンか。おい。あれ、フェアリン捕まってんじゃん。2323は？アイムフレイ！出たよ、もう。出たよ。フェアリンの、もうこの、フェアリンのもうほんと怖いんだけど、挙動が。ようやく出られた、助かった、サンキューメルシーベリーマッチョ。どういうこと？鬼に閉じ込められてるなんて、大負けしたのあと以来だよ。二度と嫌だね、ごめんだね。俺に今度はユウを助ける。ミーの力を貸してあげる。こいつ何よ、どういう能力？でも待って。ウェイトプリーズ。フィーリングが合うか合わないか確かめてみても遅くない。ユウはカメリングにあったでしょ？ユウはあいつをどう思う？始まる以上教えて、プリーズ。緑色ぐるぐるメガネ。ぐるぐるメガネですかね。ふんふん、なるほど。あと他に気づいたことは、カメラ好き、可愛いもの好き。イケメン。いや、イケメンなら可愛いもの好きですよ。
俺あいつ評価したくないもん。ふふ、なるほど、それもそう。じゃあ一言でまとめると、モンスター、カメラマン、カッコマン。カッコマンって何？カッコマンってなんだ？まあ、モンスターでいいんじゃないですか？つまり要はカメレオンをぐるぐる目で可愛いもの好きなモンスターだと思うわけね。すごい、ミーの印象とぴったしカンカン、フェーリングバッチゴー。これ違う答えだったらどうなったんだ？仲間になってくんなかったのかな？フェーリングアイバー、心も弾め、どんな危険も越えられそう。結構簡単に仲間になってくんね。こいつ何？乗り物フェアリー乗ってくるが仲間になった。あ、乗り物なんだ。乗って氷に乗れば早く移動できるし浮いてるが、なるほど、チャラヘッチャラ。人で超えるデンジャーゾーンも二人で超えられる、乗ってこう。さあさあ、ビブッとカットンじゃう、キャッチャーオ。じゃあこれ檻の中入れるのか。なんか檻の中あったりはしないね。じゃあこれ乗ってこうはどんな感じ。あー、なるほどなるほど、歩かなくてもいいらけだ。違う、移動速度速くないか。結構クッパでもこれぐらい速度出せるのかな。だったら強いと思うけど。で、これはまあ次元技で行くしかねえべ。あ、違う、まだ土管がこれ。まあ、とりあえずだ。これ入りましょうか。はい。っていうことはさ、これ、乗ってこうって、あれってこと？あ、てか、これ、裏に繋がってんなんだ。すごいね。あ、そうなんだ。そこ、それは気づかなかったわ。あれなんだね。乗ってこうは、要は、あれってことでしょ。焦げの相手でも踏めるってことでしょ。強くないか。あ、で、みんな、さっきのさ、右の部屋から行く場合は2323とかあったじゃん。つうか、右の部屋は2323だ。で、下が2や2やだ。なるほど、なるほど。で、俺さっきこっちの右側行ったけど入れなかったじゃん、ここ。でも今乗ってこうがいるから行けて、で、ここで多分2323のパスワードを認証するんじゃねえかな。2323を使えばいいんじゃねえかな。いや、緑色で2323とか言うと嫌なんだけど、うちの可愛いルイージとあんなやつ一緒にしてほしくないんだけど。これでご主人様の大切なお部屋です。念のため本物のご主人様が動画を確認させていただきます。だからお題するご主人様に関する質問にイエス可能でお答えください。ウィンクネックのカバーをかける。イエス。一番よく見ているテレビ画面もちろんアニメ。イエス。T シャツとジーンズがあればイエス。では最後にパスワードで2323だろ。2323と、ごめんなさいませご主人様、ガードニャンはいつも幸せです。わあ、いや、ニャーじゃねえよ。何そのシステム、ガバガバ。でご主人様、音声認識とかじゃないんだ。音声認識だけど声で見た目とかで判断してないんだ。ハイテクなのかハイテクじゃない。うわあ、オタク部屋だ。やばすぎんだろ。やばすぎ。待って、上でレサレサいんじゃん。てか、え、ちょっと待って、よく見ると、レサレサもいるし、レサレサもいるし、このよくわからん猫もいるし、なんかよく、これ、プリコじゃないの？え、プリコアイドルなの？てか、よく見ると上に、ゲームボーイと、バーチャルボーイに、なんかいろいろある。すげえ。オタク部屋だな、ほんとに。まんまオタク部屋だな、こいつ。本物のオタクだわ。こいつ何？一回これダメ食らうのかよ。ん、こいつなんだ？よくわからんけど、まあ、とりあえずちょっとあれして。あー、なるほど、納得。こいつあちょいしていけってことじゃないの。なるほどね。で、これでいって、これ何よ。城の鍵。カメレゴンの中にある扉を開けるに、あ、もしかして、これ、あれかな？穴のとこに行ける用の鍵かな？てか、レサレサもいるし。すごいね。で、これ何？なんかあんの？今月の購入リスト、アニメ主題歌 CD プニッコだもん、アクションフィギュア、デラックスぶん殴る。バンダイさん、バンダイさんアイテムね。で、ミニカーガンガンボイジャーズ。はあ、はあ、デビアね、マリネ、着せ替えフィギュア、ああ、漫画、ドラゴンザエモン。いや、それドラえもんじゃね？訳せば。それドラえもんじゃね？ 128 巻。DVD、メイドリアントリエロジー。モテネタあんのかな？テレビアね、マリネとかなんかありそうだもんね。何？超金属ダブル皇帝カイザー。ラジコンファイアニトロ 24WD。プラも100分の1。ミクロモービル。で、IQ ゲーカードゲーム、ダイノーキング、癒しホラーゲーム、プニオハザード。絶対、プニオ？ちょ、プニオハザード？あのプニオ？ペーパーマリオ RPG の。プニコヒロインなのかな？ BGM 一応18。何それ？他にもたくさん書いてある。なるほどね。まあ、よくわからんが、生粋のオタクってことはよくわかったわ。あ、で、どういうわけでもう一つの部屋やってきて、今度はまあ、さっきの質問、イエスイエスイエスからのニヤニヤでいいんでしょ。ニヤニヤ。おかえりなさいませ、ご主人様、ガードニャンはいつも幸せです。かわいそう。あれちょっとバグってない？何一つだけ違うんだけど、何このグラフ。いや、何今のグラフは何？あっちより飛び出し狭いね。なるほど、あいつの個人部屋ってわけじゃなさそうだね。いや、でも、レサレサのポスターでっかく貼られてんな。ガッツリ、ガッツリ、しかも後ろに、あ、ちょ、待って、後ろにポワンと、ちょ、ごめんごめん。ちょっと、なんか、夢中になっちゃった。ちょ、ごめんね。ちょっと一回ちょっとこれ無視して。ちょ、これ何？俺さっきクリアまでバッチリ、徹底完備攻略もオフィシャルガイドブック2。ワンは？これは？カメラマン入門電車編。カメラ入門フィギュア編。カメラマン入門アイドル編。すごいあれで、これ漫画本？
愛してめちゃりん、愛してめちゃりん1限定版、愛してめちゃりん1限特別版、なんかいろいろあるみたい。で、後ろに上にポアいるし、ちょっと待って、ちょっと一回上に行こうか。うわ、なんか T シャツも飾られてんじゃん。なんだこの T シャツは。まあ、とりあえずだ、この猫ちゃんが来てくれて、で、これで、はい、オッケー、とりあえずこれで渡れたんで、この上でいいとして、なんか天井にも貼れてなかった、今。天井、あー、プニオタじゃん、プニコのやつが飾られてるわ、飾られてるわ。ちょっと待って、これ、後ろにいんの、あれだよね、このヨッシー非常食だよね。で、俺もいるぞ、フラワーさんもいるじゃん。マリオストーリー、だ、あー、いつもいるじゃん、あの、タンコムのやつ。だから、よく見たらビビアンもいる。なんか、バリラさんっぽいな、爆弾もあんね。で、ポアンもいるわ。え、懐かしい、何その、何その昔の様相。あいつ、オタクでありがたいと思ったね。さあ、というわけでね、みんな戻ってきて、これで鍵開けれんのか？で、城の鍵1個目。鍵オッケーにゃん。いや、扉、猫好きなのか。よくわからんけど。鍵オッケーにゃん。で、これ開くの？にゃーん！鍵出すのオッケーにゃん！でもちょっと待つにゃん。お前よく見たらご主人様じゃないにゃん。この屋に壁がたまず可愛い女の子しか入れないにゃん。言いにくいおっさんは排除するにゃん。なんだと。うわあ、待て待て待て。なになに、次元技、次元技を使います。うわあ、こいつ、なに、まずい、醜いおっさん殺される、醜いおっさん殺される、逃げるな醜いおっさん。あぶねえ。なるほど、つまり可愛い女の子以外に入れないってやつがここで回収されるわけね。どう、ピーチならいいんじゃないか。可愛い女の子よ。この部屋は仮面王様と可愛い女の子しか入れないにゃん。お前は可愛いからオッケーにゃん。ただし仮面王様にふさわしい女の子かどうかチェックするにゃん。今から出す質問にイエスかノーかで答えるにゃん。で、今回はあれでしょ、多分鼓舞しなきゃいけないわけでしょ。前だとりあえず買う、イエス。限定や迷うかず、イエス。ただまあ遊んでいないゲームは寒いじゃん、イエス。買わなかったことを後悔するなら家庭後悔する OL も、イエス。大人だから大人かいで、イエス。コンプリートすることで、イエス。上手、イエス。本買う、イエス。初恋の間、イエス。ご飯、イエス。にゃにゃにゃー。わー、口がどうやってやだな。こっち見て、なんかあいつリズム天国してる。こんにちは。というわけでお邪魔しました。誰なんだろうお前は。僕らやり村で入ってくれ。失礼だぞ。あら、悪かったわね。やっと会えたわね。ずいぶんされたわよ。君は声似てんなお前ら。かわいこちゃん来た。どうしよう、リアルな踊りが僕の部屋に現れるなんて。こうしてうまくしてしゃべれないんだな。気持ち悪いな。さてのりょう、大丈夫か。この辺の、この辺水浸しがお前の眼鏡ぐるぐる回ってるけど大丈夫かね。こうなったら気のせいよ、ドキドキおしゃべりモード。何、え、ペーパーマリオ RPG。 何これ、何これ、急になんか変なの始まった、別に始まったんだけど。はじめまして、僕の人はようこそ。なんだな、なんなのこれ、一体何が始まったの。こいつ領域展開使えるのかよ。知らないの、女の子とおしゃべりするときはこういう代わりするものなんだな。じゃあ行くよ、ドキドキおしゃべりタイム。何をしようかな。何、まずあなたのお名前を教えてほしいんだな。私の名前、ピーチよ。まずそっちが名乗ったら、あなたに名乗る名前なんかないわ。悪いが、あなただけに名乗る名前なんかないわ。ガーガー、冷たいセリフ、カメレゴン、ショック、ご重視。だけど、なんかそれがいい、クールで素敵なんだな。やべえ、どう転んでもこいつ、ダメージねえぞ。カメレゴンが今までに感じたことない、喜びを覚えた。カメレゴンとの、カメレゴンの好感度がアップした。何をしようかな。消えるってなんだ、調べる。いや、これ選んでないかんね、俺が。これ、俺選んでないかんね、勝手に選ばれてるかんね。君って素敵なんだな。まるでアニメゲームというお姫様みたいなんだな。結構気が強そうだけど、そういうところも、また、すごく、チャーミングなんだな。こいつの喋り方読みづら。チャーミング?そんなチャーミングなんて、お上手なのね。お世辞が、強な気だけじゃないわよ。強な気だけじゃないわ。あんまりふざけたこと言ってると、最後には、怒るわよ。口が過ぎたんだな。お許しください、女王様。私は女王じゃなくて、姫よ。ふふ、怒ったこともバッチグーなんだな。やべ、マジでダメージがね、こっち弱点ねえのか。カメレゴンは怒られた。ビージョの解像がアップ。カメレゴンの好感度アップ。どう上げても好感度アップしない、これ。
何をしようかな。いやマジでこれ選んでないから、ね、俺今ウィリムコ話してるよ。何これ、マイベストアニメソング BCD とか、なんかお宝ゲーム、レアカード、レアカードくれ、俺たちくれレアカード。なんでプリンにサインポスター選んだ。お近づきの好きにプレゼントなんだな。BGM はプリンにサインポスターを渡された。これはありがとう、とても好き。気持ちだけ受け取っとくわ。私安い女じゃないわよ。気持ちだけ受け取っとくわ、選んでみる。気持ちだけ受け取っとくわ。なぜだ、今そういうとこじゃないの。世界滅ぼされようとしているのよ。世界滅ぼされる。あ、わかった。今度始まったアニメ、ザ・ちょんまげどんのことなの。何それ何それ、ツッコミどこ多いんだよこいつ。何なんだよ。てか俺も剣をめぐって繰り広げる熱いバトル、確かに見逃せないんだな。本物剣術の使い手に干渉によるブレードアクション、その再現する確かな作画。なんといっても資料をもとにレアに再現されたちょんまげが最高だね。あれが素敵だなんて2なんだな。じゃあ DVD ができたらプレゼントするよ。そんな受け取ってくれるんだな。いや早口になったな、急に早口になったな、やめろ。ありがとう。な、何言ってるのかしら。リーチャーポスターを返した。カメラは感心した。カメラの小顔がすんごくアップした。すんごくアップしたの。何をしようかな。いや、もういいよ。もう早く終わってくれ。なんだよ、この地獄のような時間。僕たち相性ぴったりなんだな。これになったらきっと運命。僕と結婚してほしいんだな。いや、クッパが黙ってねえぞ、まず。結婚、私でよければ、もっとお互い知らなきゃ。年収はどれぐらいなの。年収は、ピーチ、結構闇なこと聞くね。って何をするのよ。結婚なんてしないしない。だいたい私は、こんなとこに、ことに来たら死に来たんじゃないわ。あんなを救いに来たの。彼女はどこにいるの。あんな。ということで、会話が来ちゃう。将来のこと、そんなコマンドないんだな。何のことかわかんないんだな。お、打ち破ったか、ついに。もう、イライラする。とっとと彼女を、出会わしなさい。考えるオキシオおやつフェアリー。ボムドッカー。ビジメはボムドッカーを使った。ボムドッカー爆発した。うわー、死んだな。さよならカメレオン。目が点になってる。お前ら声似てんな。せっかくのドキドキおしゃべりモードが、やっぱりリアの女は怖いんだな。リアの女呼ばわり。ピーチ、あんな来てくれたの、私なんかのために。何言ってんだよ、お前がいなきゃ物知りできねえし、お前がいないとなんかツッコミ焼きいなくて悲しいんだよ。他のフェアリーよくなのいないんだよ。帰ってきてくれよ、あんな。お前ひょっとしてこのジャスミンちゃんを連れ戻してきたの。ジャスミンちゃん、お前そんな名前つけたの。何ジャスミンティーみたいな名前。そう、そんなことさせないと、お前だけジャスミンちゃんを渡すもんか。ちなみにジャスミンちゃんとは僕がつけた名前。蝶々が喋るなんて最初はびっくりしたけど、考えてみりゃ超レアっぽいんだな、蝶々だけにってね。ジャスミンちゃんは僕の大事な お友達だって。だからジャスミンちゃんは僕からワードセンサー痛い目に合わせるんだな。あんな、おい、てめえ、あんなどこやった。お、消えた。何、これでお前から僕は見えないはず。ジャスミンちゃんも隠したやつ、これでもうバッチリなんだな。あとは僕のお世話とたっぷり思い知らせやんだな。なるほど、つまりこれなんか次元技とかする必要あるか。次元技してみようか。次元技、あー、なるほど、影が見えました。影見えましたよ、ここら辺だろ。いや、クソ、なんか、うわ、いた、うわ、なに、うわ、眩しい、フラッシュ。クソ、なるほど、次元技してる最中しか見えねえのか。それともあれか、普通に現れた瞬間踏み潰せばいい感じか。だったら、あ、クッパでも早いのってこう。ボムニャン発進。うわ、なんだ、ボムニャンがすごい発信したぞ。こらえんのか。で、あいつは敵勝手に爆破した。どこだ、味方見せたら姿を。あ、バカめ。なるほど、なるほど。こんな感じで攻撃していけばいいのか。ハマイはバカめ。もっと姿を表すんだったら丁寧に表すんだな。俺どうした、俺大魔王だぞ、こっち。こっち大魔王だぞ、てめえみたいに隠したのカメレオンだ。ちげんだよ、出てこい。わぶねえな、おれ。てか、お前それ大丈夫か、ボムニャン。オッケー、ボムニャン倒しといて。これ、ボムニャン倒しとくか、一応。まあ、倒しといて。はい、どっかい。これでオッケー。なんか標的を見つけて爆発しようとしてくるわけね。どこだ、はいよ、ひきょうも。見つけたぜ、バカが。俺、どうして、所詮はあれか、うんだだ、うんだだしか言うことしかないのか。俺、クッパファイヤー。景気づきのファイヤーだよ。ほら、出てこいよ。ん、どこだ、何こいつ、逃がすか。クソ、逃がした。ペロリしてくんだろ、ペロリ。うわー、眩しい。
フラッシュ耐えてきやがる。クソ、あいつ厄介だな。視聴者の目の、視聴者のみんなのこと考えろ。うわ、痛い。急に目の前に現れた。違うじゃん。うわ、クソ、こいつ、乗っていこう。てか、乗っていこう。だいぶあれだな。乗っていこう。だいぶ有能だわ。すげえ、クッパの場所早くなる。オッケーオッケー。うわ、もう、それずるくない。クソ、その、現れた瞬間ダメージ判断のずるいな。いや、もうちょっと冷静対処していこう。オッケー、これで。くぁ、めんどくさい。ほっ、見つけたぞ。うぐぅ、叫びが白紙。やっと倒したぜ。全く無駄に逃げ回りやがって。あ、逃げた。いや、走り方の癖強いな。暴力反対。よく言うわ。大丈夫かんな。アリオ、私を助けに来てくれたの。どうした。何、そんな助けられないと思ってるの。俺たちそんな白状だと思われてたの。ありがとう。いいんだよ、気にすんなって。ありがとう、マリオ。嬉しい。なんだよ、あんな。急になんかあんたとすごい好感度。どうした、どうした。なんだ。いや、うわ、ピュアハート持ってたの。なんで。ピュアハート、でもどうして。あんなの頃がピュアハートを乱したっていうことを。それとも、え、どういうこと。マリオ、あなたが助けに来てくれた時、私とても嬉しかった。さあ、受け取って。え、まさかのあんなからゲットできんの、ピュアハート。まあ、とりあえずこれでいつもの。こんな感じでゲットできる。てか、ボスカメレゴンだったんだ。そんな感じなかったけどね。で、ただ単にあんなを助けるためだけのステージかと思ったら、普通にピュアハートゲットできたわ。ゲッツ、ピュアハートをゲット。普通にごめん、みんな動画時間長くなっちゃったわ。ステージコーリアクリーン、四つ目のピュアハートは、不思議な怒りとともに前たち前に現れたよーい。これは一体、どういうことなのでしょうかよーい。多くの謎を抱えながらも、周りの人たちはとりあえず、狭間たまへと帰るよーい。怪我はない。誰目線これ。誰の言葉。ああ、よかった。アンナが俺たち言ってくれたのか。何言ってんの。全然、ピンピンしてるよ。彼女の中に何かが変わり始めたようです。マリオは何も言わずに、ただ優しく首を振るのでした。ちょっと待って、アンナー、アンナやばいよ。いい感じ好きになってきたわ。ちょっとアンナーねえ、時に全部終わりましたんで、じゃあ皆さん、今回の動画これで終わりにします。じゃあ次回、多分ノワールサイドからかな。じゃあこっからやっていくわ。うん、バイバイ。